ルナー P2 系蒸気機関車はナイジェル・グリズリー卿によって設計されたロンドンノースイースタン鉄道の蒸気機関車。イギリスでに形式8両しか存在しないミカドン型の蒸気機関車である。最初の2001はポペットバルブを使用し、2002はグレズリーの開発したグレズリー弁装置が使用された。その後、残りの4両も後者になぞった。しかし、 この機関車にも欠点があった。一つは、過失面積が大きすぎて、大量の石炭が必要になったこと、もう一つが、ホイールベースが長すぎて、曲線通過が容易でなく、発熱を起こすことであった。通常4軸の機関車は、曲線通過を容易にするため、第1動輪を横動できるようにするのだが、P2 のバーイギリスの車体限界が小さかったことが、災いして、 横道を設けることができず、発熱を発生させていた。グレズリーの死後、公認で彼の機関車に批判的だったエドワード・トンプソンが P2 をミカド型から美的センスにかける4から6から2のパシフィックに改造されてしまった。保存機は存在しないが、現在、トンプソンの公認のアーサー・ペパコーンが作ったルナラ1の成功を受けて、P2 の心臓計画が進んでいる。 ありがとうございます。